これ どういう方が通するかっていうのはなかなか難しいところがあるんですけども、もし、まあ、加害者、被害者、加害者以外に対していいというふうに端的に1998年、の頃にジャニーズ事務所に入所しまして、13歳頃に、そういう性的被害といいますか、ことが起きました。まあ、合計2回ほどですが、自分にとってはすごく大きな、ことでありました。そういう13歳とか14歳、そういう子たちが、そういう被害に遭わない、まっすぐにエンターテインメントの世界をまっすぐに走れるように、そういう場を作るのっていうのは多分大人のやれることだと思いますので、僕もその部分に携わることができればと思っております。芸能界に限らず、未成年者や絶対的に立場の上の人が何かを要求された時に拒むのは難しいと思います。今回は自分の名前を出してジャニーズ事務所で起きたことを発表しました。これによって僕以外の被害者の方も声を上げてくださり、社会も僕たちの意見を聞いてくれるような状況になっています。この状況の中で僕たちのような被害者が今後生まれないための法律の整備がされることを強く願っています。